まあちょっとスマホのまた愚痴になるんですけど、うん、やっぱだから結局ストレスがすごいんですよ、2年近くなってくると、うん、まあさっきもねいろんな話してたんですけど、そのまあしない時も2年契約なのに、その2年ねしっかり持つようにもうちょっと協力作ってほしいし、あとなんかその腹立つのが僕だけなのか分かんないですけど、なんかアップデートすげえするでしょ、その、うん、アップデートしますみたいな急に出てくるでしょ、うん、なんかどんどん溜まるし、まあ勝手にされるのもあるし、うん、アップデートするとなんか変なセキュリティみたいになってアップデートできませんみたいな、なんか あるやっぱある、ある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 、あれどういうことも意味も分かん、まあ機械に弱いからか分かんないですけど、なんかアップデートできないんで、そのそいつが阻止して危険ですみたいなことなのか何なのか分かんないけど、分かる分かる、なんかもう違う新しいソフト入れたみたいな感じなの、そうそう、あれなどういうことなの、なんか赤いやつがでなんか出てきて、あるあるある、なんかアップデートできませんみたいになって、いやなんでよ、だってだからでもアップデートどうしてもしなきゃいけないこともあるし、それこそゲームつむつむなんでアップデートしなきゃどうしようもないみたいな時あるんだから、うん、アップデートしたいでしょそんなのつむつむかい、新しいキャラ増えてんだから、うん、新しい丸いやつ増やさなきゃいけないんだからね、うん、それど一回電源切って再起動して、うん、瞬間ならアップデートできるんですよ、まあおそらくそのセキュリティ的なやつがまだ起きてないのか分かんないですけど、そういやそう分かんないけど、そんなだってことある、だから寝てる相手とかにすげえアップデートしようとするでしょ、うん、でそれが全然できてないんだよ、結局あいつがなんか変なねセキュリティみたいになってて、うん、止まっとんかい、でなんかびっくりマークみたいな三角がいっぱいここに並んで、朝起きたらなんか18件アップデートありますみたいな、あそんなんあるよ、うん、なんか分かんないですけど、なんだろう急にセキュリティアプリみたいなのが発生したのか、消せば、まあ多分そ、でもなんか怖いでしょセキュリティアプリみたいになってると、その、うん、何を消して何が消していけないかも分かんないし、分かんないですね、もうだから2年ぐらい使ってると重くなってきて容量いっぱいになるから、うん、整理しようと思ってもなんかもう全然見たことないアイコンとかあるけど、うん、いやこれ何か使ってんのかなとかも分かんないし、あまあ消せないのが大事なやつは消せないようになってるのか分かんないですけど、なってます、今はもう自分でダウンロードしたやつぐらいしか消せないのか分かんないですけど、うんうん、なんかもういっぱいあるでしょ、いっぱいかといって昔からついてるやつも正直いらないよって思うやつあるんで、その、うん、まあすげえ便利なんですよ、クックパッドとか別に、僕は使わないから、うん、いらないから消そうと思っても、あこれ純正でついてるやつなんで消せないんだよ、消せない、で結構なんかねキロバイト的なのすげえ進めてたりするやつ、そう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 、これはダメでしょ、そのちゃんとしたあのなんていうのスパナみたいなの大事な設定みたいなやつとかはいるだろうけど、うん、あとなんか au の安心サービスもなんかわかんないいるのあるだろうけど、お客様サポートとかはいるかもしれないけど、なんかその娯楽的なアプリを純正でつけたんだそれは消させてよと思うでしょ、わ、うん、かるわかる、あれな何の意味がフィットネスとかいらねえんだよ確かに、マジでいらん、いやあれこれこんな取ったっけ、消そうと思ったらあのアンインストールできないようになってんだね、うん、それはなんかもともとあるやつだから、そんなのある、いやマジで邪魔くせえよ本当、それが思ったなっとんで、そうそう、そのせいでもうほとんど自分でねサッカーのアプリとかも消すはまになったもん、もうなんとかしなきゃと思って、そう、そのせいで、あフィットネスのせいで、え、なんでいつこっちフィットネスを求めたんだよって話で、ん、ま、何個かありますよね、なんかあれいっぱいそのあるあるある、で消せないんだよ、それは変な本のアプリ、変な本のアプリとか使い方も全然わかんねえし、ね、そんなんで読まねえ、読みたかったら取るし、うん、それは選ばせろよって話じゃないですか、まあなんかの契約とかあんのか知らないけど、大人の事情があるんだ多分、邪魔くせえし、その消させはしてよっていう、正直印象悪いよ、悪いと思う悪いと思う、そいつらのフィットネスは正直印象悪い、フィットネスとかなんか料理のやつとかすごい便利なアプリだとしても消せないことなんて、僕はその企業に嫌な印象持ちますからね、うん、だからミスってますよその戦略、なんか契約でやってんだとしたら、うん、いくらか払って消せないように携帯会社とこう連動してるやつがもしあるとすれば知らないけどね、うん、これは消せんようにせえっつってお金パッと出しとんだったら、うん、そうそう、だとしたら印象は相当悪いですよ、だって消したいもんあんなの、うん、で好きな人はダウンロードするから、自分を信じろよもうちょっと、自分のアプリをね、自分のアプリを信じて、もっとなんか宣伝とかして、うん、あこういうのあるんだってみんなダウンロードするのに、わけわかんねえなんかゲームみたいなとかって、なんだこのアプリみたいな、そのなんか あるでしょ、これ何これっていうゲームの、開いても別にゲームできるわけじゃないんだろ、あれなんあるでしょ、わけわからんわ、おもちゃ箱みたいなのがあって、あなんかスティックだってゲームって書いてあるから、飲んだって見ても、うん、意味が全然わかんない、なんか変なゲームのサイト、いろんなゲームがあるサイトに行ってアカウント登録させてな、そう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 、意味がもう全然わかんない、いや好きなゲームは取るし、その、うん、消させてくれよっていうか活動すんなよ、そいつらがアップデートとか求めてくんだから、そう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 、それまたなんか容量送ったりして、もう時間も食うし充電も減るし、うん、腹立つでしょ、腹立つ、
腹立つ。もうちょっとね、なんか必要なもんだけど、せめてそれか携帯契約するときにちょっとこうアンケート記入するとか、うん、なんかねやるよそれぐらいは。だって多分昔僕もスマホが何代目かな2代目かな分かんないですけど、前よりイメージなんか増えてます。そういう純正でついてるようなアプリが増えてる気がする。前はもっとなかったし、なんか結構消せたイメージあったけど、今はもうなんかね勝手について消せずに容量食うって、うん、むちゃくちゃですよね。うんうん、そのだって金払って容量増やしてるわけでしょ。そう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 、スマホの容量ね。これはもう本当にね、やっぱなんとかした方がいい、本当に考えた方がいいと思いますよ、うん、嫌な印象持ちますもん。こう思ってる人はいっぱいいるでしょうから、うん、これはまあ共感されるんじゃないですか。携帯業界っていうのはやっぱまだまだ風通しが悪いですからね。そうそう、ちょっと風を僕らが風穴開けよう、うん、これだからみんなが同意してくれるのは、ちょっといろんなところで動きを作ってね。ねえ、またどうせ言われてるでしょ、いろんなところでね、叩かれたりしてるわけじゃないですか。そうそうそう、いやアプリはちょっとね困るわ。改善せんとな。改善、これはねなんとかしましょう。その好きなやつは入れるからっていうね。そうそうそう、もうちょっと必要最低限にできるんじゃないで、最初のアプリめっちゃ入ってますよね今だって。もうあの買った段階からその30、40ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい、もう山ほど入ってる。山ほどこの画面に全部やるとしたら3ページ分ぐらいあるでしょ、うん、あるあるある。なんかね、だから自分でダウンロードしたのが 2,3 個ぐらいになっちゃうみたいなね、うん、なんでいらないものは本当いらないで、もうちょいすっきりさせてほしいですね、うん、なんか嫌ですよ、嫌ですよこっちは。不快感すごいですよ、やめてくださいね、ほんまにね。これでもちょっと共感されるか試してみたい。いや、されるでしょと思います、はい、うん、平日毎日愚痴を更新しています。ぜひチャンネル登録してみてください。ウエストランドの愚痴ラジー。